3年 B 組金八先生で大ブレイクした鶴見慎吾さん。プライベートでは2004年に10歳年下の一般女性と結婚しています。そんな妻との出会いのきっかけには驚愕の事実が隠されていました。経歴とともに見ていきましょう。鶴見慎吾さんのプロフィール。本名、鶴見慎吾。生年月日、1964年12月29日。出身地、東京都。身長、176センチ。血液型、A 型。学歴、成蹊大学法学部政治学科。所属事務所、ホリプロ。経歴、生い立ち。小学生の頃から宝塚が大好きだった鶴見慎吾さんは、ベルサイユのバラのアンドレに憧れていました。将来は自分も同じように舞台に立ちたいと思っていたそうですが、男は宝ジェンヌになれないと知って大きなショックを受けたといいます。1977年、中学1年生の時に、おばがテレビドラマ、タケノコスクスクの一般公募オーディションに応募し、見事合格。片平なぎささんの弟役を演じ、俳優デビューを果たしました。その後も子役として NHK の大河ドラマなどに出演しています。1979年、中学3年生の時には、3年 B 組金八先生第1シリーズに出演しました。鶴見さんは杉田かおるさん演じる浅井幸乃と恋に落ち、妊娠、出産を経て父親となる難しい役を演じきり、注目を集めます。そして、金八先生をきっかけにブレイクした鶴見さん。1980年には、相米慎二監督のデビュー作となる、飛んだカップルで映画初出演にして主演を務めました。プライベートでは、成蹊大学に入学。ドラマの主役に相次いで抜擢され、一時学業を離れますが、その後8年がかりで卒業しました。1990年代に入ると、映画やテレビ、舞台などで幅広く活躍し、様々な役柄を巧みに演じ分ける名脇役としての地位を確立しています。結婚の馴れ初めはナンパ？鶴見さんは2004年、40歳の時に結婚しました。結婚相手は10歳年下で福祉関係の仕事をしていた一般女性です。そんな二人の出会いはなんとクラブでした。鶴見さんが声をかけたことから交際に発展し、共通の趣味であるロードバイクで仲を深めていったようです。鶴見さんは実家が東京の一等地にあるため、30歳を過ぎてもずっと実家で暮らしていました。しかし、交際を始めてから妻の実家に近い横浜にマンションを購入し、生まれて初めて一人暮らしを始めたそうです。交際から8年後に入籍し、現在も夫婦2人で楽しく生活しているといいます。鶴見さんは愛の歌という自作の歌を妻にプレゼントしたり、誕生日や結婚記念日にはサプライズパーティーを開いたりするなど、夫婦円満でとても仲がいいそうです。幅広い趣味。鶴見さんは30代後半から健康と体力づくりを目的にロードバイクを始めました。それまではゴルフが好きだった鶴見さんですが、ゴルフの練習に自転車で向かっていた時、道路のつながりや綺麗な道など、いろんな発見があることに気づき、それ以来自転車にはまったと語っています。自転車仲間もたくさんおり、月に2000キロも走るそうです。自転車以外にもマラソンが好きだという鶴見さん。51歳で横浜フルマラソンに出場し、初めて完走しました。後に51歳の初マラソンを3時間9分で走った僕の練習法という本を出版しています。さらに鶴見さんはスピードゴルフという競技もしています。スピードゴルフとは18ホールをスコアとラウンド時間で競うゴルフとマラソンの複合競技です。普通のゴルフでは約5時間かけて回る距離をスピードゴルフでは1時間程度で回ります。鶴見さんはスピードゴルフはかなり疲れると漏らす反面、普通のゴルフがめちゃめちゃ楽しくなると語っていました。ロードバイクやマラソンなど数々のスポーツに取り組んでいるから、現在でも若々しい姿をキープしているのかもしれませんね。先祖。
鶴見さんの父方と母親の先祖はどちらも江戸時代の名家だったようです。父方の先祖は長野の松本城主水野家の家臣でした。水野家は江戸時代の中期から後期にかけて幕府の老中を輩出し続けていた名家で、享保の改革や天保の改革など江戸幕府の一大事業を主導していました。しかし1725年、水野家の人物が江戸城中で刃傷事件を起こしたことで身分格下げの処分となったそうです。身分が低くなった水野家は家臣を減らすことになりましたが、鶴見家は運よく残ることができたのです。その後、水野家は徳川家治の側近として活躍し、1768年大名に復帰。駿河沼津藩主として活躍したそうです。一方の母方の先祖は、三河、岡崎城主につながる家と言われています。岡崎は徳川家康生誕の地で、徳川家と親交が深い譜代大名がその地を治め、母方の先祖である本田家は、江戸時代の中期から後期にかけて岡崎城主を務めていたようです。徳川家と縁が深かった本田家ですが、明治になると廃藩置県によって岡崎藩主を追われ、静岡へ向かいました。このことからわかるように、愛知、三河で仕えていた父方の先祖と、三河、岡崎城主につながる家柄だった母方の祖先は、愛知と静岡ですれ違っていたようです。鶴見さんの両親が出会ったのは、運命的とも言えますね。根津甚八さんとの関係。3年 B 組金八先生で、中学生の父親役としてブレイクした鶴見さん。しかし、この役のイメージがあまりにも強すぎて、同じような役のオファーばかり来ることが辛かったそうです。鶴見さんは当時を振り返り、刑事ドラマなどに出演している男らしい役を演じたかったと明かしています。このように30歳手前で壁にぶち当たっていた鶴見さんは、当時共演していた根津甚八さんに相談しました。いつまで経ってもオファーが来る仕事に変化がなかったので、俳優を辞めるか、海外で勉強するか悩んでいると打ち明けたそうです。すると根津さんは鶴見さんのことを石井隆監督に売り込んでくれたといい、1995年映画五人への出演が決まりました。同映画で鶴見さんは念願の悪役を演じたのですが、そのリアルな演技が評判を呼び、これまでのイメージから一気に脱却します。そしてこの時に石井監督からしごかれた経験が俳優として演じることの面白さを思い出させてくれたと話しています。現在、鶴見さんは55歳を過ぎた今もリアリティある中高年役をこなせる俳優として活躍しています。数々の映画やドラマで名脇役を務めた鶴見さんですが、目指す俳優像として、主演がメインのステーキと例えるならば、自分は茹でても生でもハンバーグのつなぎにもなれる卵のような主役にも脇役にもなれる存在でありたいと語りました。名バイプレイヤーとして多くの作品に出演している鶴見慎吾さん。奥様との出会いがクラブでナンパだったとは想像できませんでしたが、相性は抜群のようですね。金八先生での当たり役が長年鶴見さんを悩ませていたようですが、これからも名脇役として様々な役柄を演じきってほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか？これからも夫婦仲良く暮らしてほしいと思った方は高評価お願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。